先週の大雨で大規模な土砂崩れが発生した県内最高峰の伊吹山。危険性があるため、県は改めて麓からの登山はしないよう呼びかけています。米原市の伊吹山では先週12日に6合目付近などで大規模な土砂崩れが発生しました。三日月知事はもともと16日に鹿による食害の現状などを現地視察する予定でしたが、内容を変更し、車で向かった3合目や9合目から土砂崩れの状況を視察しました。今日の定例会見で三日月知事は、登山道の安全確保と生態系の保全回復に向けた取り組みを至急検討していくとしました。また今回の土砂崩れの原因は大雨だけでなく鹿による影響もあるのか尋ねたところ、鹿は近年急増していると聞いてます。でその食害も随分進んできたと。それによって植生が崩壊して斜面が裸地化するという状況でしたので、最終的な直接の原因はわからないにしても、その要因も一部あると思います。伊吹山の地元米原市では土砂崩れ翌日の13日から伊吹山の登山道を通行止めにし、麓からの登山はしないよう呼びかけていますが、おとといには登山していたとみられる県外の男性が行方不明となっています。なお伊吹山ドライブウェイを使って車で9合目の駐車場まで行き、そこから山頂まで登ることは可能です。目前に迫った夏休みを前に、東近江市内の小学校で交通安全教室が開かれました。地元企業からのゲストも登場です。東近江市にある三園小学校では、5年生児童を対象に自転車の交通安全教室が開かれ、自転車に乗る際のルールや、今年4月から努力義務化されたヘルメット着用などが伝えられました。そこに登場したのは、学校近くに事業所がある電子部品メーカー村田製作所の自転車型ロボット村田製作くんです。県内での交通安全教室への登場は今回が初めてだということです。わずかな傾きも検知するセンサーなどが内蔵されていて、自転車の運転が得意な村田製作くん、体育館に設けられたコースで安全運転のお手本を披露しました。児童たちは村田製作くんと一緒に自転車の運転や交通ルールを楽しく学んでいました。自転車のことを学べたし、右左も見て渡れるように分かりました。ヘルメットをかぶってスピードを出さずに 焦らずにゆっくり行くっていうところを気をつけたいです。おととい日曜日、大津市瀬田の木下寛生アイスアリーナでアイススケートイベント原産フェスティバルが開かれました。コロナ禍のため4年ぶりの開催となった原産フェスティバルでは、ピョンチャンオリンピックや世界選手権などに出場、現在はプロスケーターとして活躍する田中啓二さんらによるスケート教室が行われました。この教室には県内外からおよそ40人の子どもたちが参加しました。参加者は日頃からスケート教室に通っている子だけでなく、初めてスケートシューズを履いたという子など様々で、田中さんらの指導を受けながら熱心に練習に取り組んでいました。イベントでは他にエキシビションも用意され、田中さんらによる華麗な氷上の演技が披露されました。主催した滋賀県スケート連盟では、こうしたイベントを通じてスケート人口の裾野を広げていきたいとしています。続いてはシリーズでお伝えする近江の城跡探訪。今日は米原市にある竹比べ城です。琵琶湖を抱える古国滋賀県はまた城の国でもあり、中世から近世にかけて1300を超える城郭が築かれたといいます。
城の国近江に残る城跡を歩く近江の城跡探訪。今回は米原市柏原にある竹比べ城跡を訪ねます。米原市柏原、中山道の宿場としてにぎわった町並みの背後に戦国時代の山城の遺構が残っています。竹比べ城です。竹比べ城は滋賀県と岐阜県にまたがる標高391メートルの野瀬山の山頂にあります。美濃と接するこの地域は境目の城として国境警備のための山城が多く築かれました。元亀元年、離反した浅井長政を討つべく織田信長は近江へ侵攻します。これに対して浅井氏は朝倉氏の協力を得て北国脇王冠を抑える城平寺城と中山道を抑える竹比べ城を築城整備し、国境の防衛ラインを強化しました。山頂の城跡を訪ねます。ジグザグの山道を30分ほど登ると2本の縦堀が現れます。規模は大きくありませんが、縦堀を避けるように登ると小口に出会います。竹比べ城は東西2つの曲輪からなる別城一角の構造で、小口を抜けると西の曲輪に入ります。東西およそ50メートル、南北は最長部分でおよそ30メートル、分厚く高い土塁が周囲を巡っています。東の端は2つの土塁を食い違いに配した食い違い小口で敵の侵入を防御しています。東の食い違い小口を抜け、なだらかな坂道を少し登ると野瀬山の山頂、東の曲輪です。北と南の眺望が広がります。北は伊吹山から遠く小谷山へと展望が続き、南は眼下に中山道が走る柏原の町並みを見下ろすことができます。東の曲輪は樹木が茂り全体を見渡すことはできませんが、西の曲輪より一回り大きく、中央部に竹比べ砦跡と記された碑が立っています。北と東は土塁が続き、それぞれ食い違いの小口を設けています。東の小口の外には小規模な堀切りも走っており、美濃川を意識した構造になっているのが分かります。対信長防衛ラインとして城平寺城と竹比べ城を守っていた浅井氏家臣の堀秀村と樋口直房は信長軍の調略によって投降。浅井氏の思いとは裏腹に2つの城は戦うことなく開城してしまいました。信長の伝記である新朝後期には、落城した竹比べ城に信長が一両日投留したことが記されています。